はい、というわけで今電車に乗ってます。曇ってるね、ずっと。もうずっと曇っても気持ちも曇っちゃうね。うん、そうそう、はい、オーリーさんよろしくお願いいたします。あの八百長ですね、うん、僕の八百長に対する知識っていうのはちょっといろいろこう、なんだろう、八百長ってその選手同士で話し合ったりして、まあ、失敗したりとかねして順位を上下させるようなことかなと思ってたんですけど、はい、ちょっとそれについてお話ししていきます。で、今なんかフィギュアスケートとか ISU がね、なんかその問題でちょっと炎上してるみたいで、はい、ちょっと読んでいきます。オーリーさんありがとうございました。少し前に、ピョンチャン五輪のショートトラックで韓国の選手が、ライバルの韓国選手を故意に転倒させたという話が明るみに出ていたかと思います。これがね、要はその八百長に似てるのかな。八百長ですよね、うん、八百長、うん、まあそういうことだと思うんですよ。だからフィギュアスケートで八百長ってフィギュアスケートの選手たちが話し合ってわざとジャンプを転倒したりみたいなことかなと思ったんですけども、 ISU って確かにスピードスケートやショートトラックもありますので、何もフィギュアスケートだけじゃないですよね。僕頭の中はフィギュアスケートじゃなかったんで、確かに ISU ってアイスホッケースピードスケート、アイスホッケーもかな、うん、スピードスケートフィギュアスケートですね、うん、他のフィギュアスケートじゃない他のね、スケート競技はもしかしたらそういった八百長みたいなものはあるかもしれないですね。わかりませんけどね、うん、フィギュアスケートでは僕聞いたことなかったんで、はい、で、ショートトラックは転倒するともう順位がむちゃくちゃになりますからね、それのことを指しているのでしょうか。まあ、多分そうなんじゃないかなってちょっと思うんですけど、あのコメントね読んでいくとどうやら違うみたいなんで、そこもちょっと後でお話ししていきます。それ以外では選手の八百長というのはよくわからないですね。そうですね、僕もねフィギュアスケートでは少なくとも聞いたことないんで、ただねちょっと話、ちょっと僕が思っていた八百長とはちょっと違うみたいなんですよ、うん、はい、こちらのコメントをいただいて、ああなるほどと思いました。ジュニムさんよろしくお願いします。カブ君、八百長はいわば ISU が本家大元、本元ですということみたいです。はい、なんか全然知りませんでした。でもスピードスケートは確かになって思いましたね。フィギュアスケートはってちょっと分かんなかったんですけど、聞いたことないはないはずです。まあスピードスケートはありますね、確かにね。フィギュアスケートはないかな、うん、絶対評価に変更のきっかけだとは思いますが、過去に A 国と B 国が結託してオリンピックのメダルの裏取引をやっています。それを選手に押し付けていると見なされて炎上しているんだと思います。 A 国と B 国なんだろう。でもあれかな、スピードスケートのことかな。そして EU 相手は選手ではなく国の団体であるべきです。それと審判員でしょうということなんですけど、あの八百長って僕個人的には選手同士のやり取りかなって思ってたんで、あでもそっか、あそっかそっか、でも国がね選手にお金渡してるっていうこともあるから、そっか、うん、ちょっと分かんない。もうちょっとコメント読んでいきますね。はい、では読んでいきます。ここは大輔さんありがとうございます。八百長といえば対戦相手と話し合って、対戦相手と話し合ってわざと負けた、そう僕ねそう思ってるんですよ。僕の認識それです。うん、対戦相手と話し合ってわざと負けたりとかですが、どうやらフィギュアスケートは違うっぽいんですよね。これ僕なかったんで、この認識ね、ちょっと読んでいてますね。フィギュアスケートは対戦競技ではなく採点競技ですから、勝敗の行方を調整することができるのは選手ではなくジャッジ。でも僕思ったのは、選手もジャンプの失敗をわざとジャンプを失敗すれば八百長できる気がするんですよ、やろうと思えば。うん、要は選手もジャンプとかはね抜けちゃったりね、うん、すればできなくはない気がするんですよね。まあいいや。そしてつまりは ISU 側であって、お前言う案件、あなるほど、お前言う案件っていうのはお前が言うかっていうことで炎上しています。なるほどね、ちょっとよく分からなかったんですけども、
なんかおまゆっていうか、なんかおまんじゅうのことかなって思って、ちょっと可愛い名前だなって思ったんですけど、全然可愛くないですね。過去にも不正ジャッジにより金メダルか、あ、これはソルトレークシティ、あ、確かに確かに、うん、ソルトレークシティオリンピックですよ。うん、まあ、あの時は確かに八百長、あ、言われてみれば八百長でしたね。でも、そっかそっか、ジャッジに対してあれか、ジャッジが八百長するのか、うん、確かになるほどですね。僕認識しましたね、今。過去にも、自国の選手にモリモリ採点でジャッジ資格停止、あ、これは中国のあれですね、チェ・ウェイグアンですね、ピョンチャンの、うん、まあ、あれでも八百長、でも八百長っていうのかな、うん、八百長、そっか、言うか、うん、で、ISC のツイッターでは、八百長は競技の人気低下を引き起こす原因にもなる、選手の皆さん、八百長から自分の身を守る方法などを享受しますと語っています。あ、確かにおかしいですね、うん、自分たちに非があるんだからね、選手に向けるなっていう感じですよね。確かにおまゆですね、うん、確かにおまゆ案件ですね、うん、自分たちのジャッジがおかしいのに、おかしいのにね、選手たちに矛先を向けるなっていうね、そういう感じですね、うん、それでおまゆってことかな。でもそれは選手に言うべきではなく、まずは ISU で徹底されるべきでしょうとのことらしいです。私は何も言うことはないですが、採点競技に波というか、まあ対戦競技に比べて不透明だから、昔からいろいろささやかれますね。まあいろんなことあるかと思いますが、でもね、ソルトレークシティとかね、ピョンチャン五輪は本当にありましたからね。まあ八百長というのかな、いわゆるね、本当にありましたから、お前らじゃねえかってね、うん、そう、そういうふうに思っちゃいますよね。はい、はい、皆さんありがとうございます。そこは八百長について、フィギュアスケートでは審判のことだったということで、まあ、選手はね、確かにそんなの聞かないんで、ジャンプをわざと転倒したりとかね、わざと抜けたりとかね、スピンやんなかったりとかね、やんないんで、おかしいなと。選手じゃなくてジャッジですね、うん、そっか、ジャッジだったか、いますもんね、それでレクシティ、チェーウェイグアンね、アスレートレイクシティの時とピョンチャンのチェ・ウェイグアン、うん、ちょっと僕合点ちょっとずつピースがはまってきてましたね。はい、ではね、一旦これで動画を終わります。また今日結構話題がねあるんですよ、うん、でも今日ちょっとスケートの練習行くんでね、うん、まあ、電車に乗って、ね、曇ってるんですよね。もうずっと霧と雲で、もうほんともう病んじゃう、もうほんとね、最近、今も病んでるんですよ。なんかしないけど。なんかね、特に悩むことないんですよ。でも、なんかずっとーんとね、もう、うん、そういう感じです。はい。では、ありがとうございました。バイバーイ。